はい、どうも皆さんこんにちは。スターリーの河野玄斗です。今回は間違えたら即終了、東大数学25年討伐ライブ。イエーイ。あんまイエーイのテンションじゃないな。いや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 あんまイエーイの25カ年でしょ。25カ年ですよ。だって1年目で終わる可能性あるよ。全然、まあ一応可能性としてはね、全然ある、いやだって、いやなんか、うん、あの昨日告知したじゃん、うん、あの解いたことあるやろってコメント来て、うん、あったね。いやもちろん人生のどこかでは一回は解いたことあると思う、うん、あでも昔のやつは多分解いたことないやつ結構あるな。あ本当に、うん、なんか現役生時代になんか過去問練習してんじゃねみたいなのはあったけどね。待って、十何年前よ現役生十何年前過去問演習したとて、うんうん、ちょうど10年前で解けますかっていう、まあ、そりゃっていうか、うん、覚えてないでしょ。さすがに覚えてない、うん、あまあもちろん、うん、あの徹底基礎講座の数学作るときに、うん、東大数学結構見た、うん、からといって、うん、覚えてない、うん、まあ、それはなんかもうね、うん、見たこと、あこの問題見たことあるとかはそうそうそうあると思うけど、そんななんかもう細かく覚えてないね、一字一句というか。だってみんなさ、まあ例えば青チャートとか、うん、解くじゃん、うん、忘れてるでしょあの基本問題ですら。そりゃそうでしょ。だから東大数学解いたことあっても難しいし、うんうん、あとね計算問題みたいな問題があるわけよ、うん、それもえぐいよね。例えば、うん、東大数学2019年の第1問うん、って結構話題になった問題なんだけど、定積分が出されたの。ただの計算、うんうん、で、1問目で定積分解かせんのみたいな、うん、まあ正直難しいとかじゃないの、うん、ただ計算がえぐいで、定期的にえぐい計算を出すところがあって、その計算とかで、うん、なんか糸がプツンとね、緊張の糸が切れてる時にやらかすかもしれない。間違えたら即終了、東大数学25カ年討伐ライブスタート。よし、じゃあ2022年第1問、うん、一応一通り見ようかな。第1問、あ、第2問、第3問、第4問、第5問、第6問。なるほど、第6問むずそう。あ、でも倍の数ね。ということで第1問は、数3の積分の問題かな。はい、ということで2022年一通り解いて、おそらく間違ってなさそうなのは2と3と4と、いや6も確認しよう。2と3と4はおそらく間違ってない。1と5と6ちょっと復習します。で2分の π から6分の π、待って答え一致しなかった。ちょっと待ってよ、符号が違う。危な、危な、まあいけるでしょということで、2022年、はい、採点お願いします。ちょっと待って、4、3、これこの順番。はい、ちょっと待って、一応、はい、大問1のカッコ1持つ、あ、証明問題、まあ、4分の π の時に最小になるからカッコ2それ使って代入するとマイナス2分のルート2ログ2マイナスルート2プラスログカッコルート2プラス1カッコ閉じ。え、正解とかある？今1だよね。1、あ、1の2だね今、うん、はい、正解です。よし、いやこれはまあ2回計算したからね。2が、あ、カッコ1はあれで、カッコ2は n が k の倍数の時、はい、カッコ3が5。正解です。よし、で3が、うわ3ね、ちょっとまあいいやa が1、ちょっと待ってね、
なんかさイコール入れるかどうかっていうのを不安になってくるんだよね。イコール入ってるね。1以上ルート3以下正解で、カッコ2が1以上ルート2以下の時に a3 乗引く 2a2 乗引く a たプラス5で、ルート2以上ルート3以下の時 2a2 乗足す a 引く3正解。ちょっとためないでよで、かっこさんが ルート2おい怖っ。正解です。 OK で、四角4はまあ証明問題、ね、で、かっこ2が y イコールマイナス x を p って引いて、そのなんか広い側の境界は除くんだけど点ゼロゼロは含む、はい、まあ証明問題に関しては、あ、でもカッコ2は領域の問題、これの、ああグラフね、グラフ、はい、グラフ正解です。 OK で、第5、いや第5も怖っ、もう一回計算したくなってきたな。3分の 4π2 乗引く2ルート 3π 正解です。怖かった。これね、計算復習じゃない、見直ししなかったら間違えてた。6がカッコ1がカッコ1も不安になってきたな。8回だから 2の8乗分のだもんね。 OK 128分の5、正解です。でカッコ2が3で割り切れないとき0、3の倍数のとき2の200乗分のカッコ 66C 3分の R の3乗で、R が99の時に最大になる。はい、え、怖っ、え、待って、はい、正解です。おー、よし、勝ったー。え、とか言われたからさ、あ、間違えたかもって思ったけど、はい、まず2022年は全問正解と。これ25回やるの毎回さ、いやーこれ精神すごい使うな。